鈴木福の耳より広島。広島市民の皆さんに暮らしに役立つ耳寄りな情報をお届けしている鈴木福の耳寄り広島、キャスターの鈴木福です。今回のテーマはこちらです。引っ越しが多くなるこの時期は、区役所で転入や転出の手続きをする人で窓口が混雑します。そこで区役所では住所変更に伴う受付時間を延長したり、土日に開庁して対応します。また窓口以外の便利なサービスについてもご紹介します。転出届だからこれか。え、住人待ちこんなに多いんだ。年度末には区役所を利用する人が増えて混雑しますか？はい、3月下旬から4月上旬にかけて引っ越しに伴う各種の手続きが多くなるため、窓口が大変混雑します。その対策として、ご覧の期間には平日の時間延長と土日の開庁を行います。ただし取り扱う事務は住所変更に伴うものに限ります。窓口以外でのサービスもあるんですか？マイナンバーカードをお持ちの方については、マイナポータルを使用したオンラインによる転出と転入予約ができます。転出元の市町村には出向く必要がありません。またコンビニなどで住民票や戸籍証明書の取得もできます。それは便利そうですね。コンビニで証明書がもらえるそうなので、実際にやってみますね。行政サービス、これを押して、住民票の写し、ここでマイナンバーカードのセットですね。そして一部200円です。200円を入れます。出ました。これとっても便利ですね。しかも手数料が100円安いんですよ。コンビニで取得できる証明書については広島市のホームページで確認できるので、ぜひマイナンバーカードを持っている方はご活用してみてください。広島市では大卒程度の職員採用試験で新たに SPI3 を使った採用試験を実施します。申し込み期間は3月25日まで。民間企業への就職を考えている方もご検討ください。区役所の平日時間延長と土日の開庁をおさらいしておきます。3月23日から4月1日までの平日は午前8時半から午後7時まで、土日については午前8時半から正午まで空いています。取り扱う手続きについては広島市のホームページに掲載されているので、利用する方はあらかじめ確認しておいてください。ザ・広島ブランド認定特産品の中からご覧の商品を抽選で1名の方にプレゼントします。番組ホームページから応募してくださいね。ここをカメラで撮影するとおみくじが引けますよ。何が出ましたか？それでは良き1週間をお過ごしください。また来週。